キャメル・レアードは、イギリスの造船会社である。20世紀初頭にバーケンヘッドのレアード・ブラザーズと、シェフィールドのジョンソン・キャメルカンパニーが合併して、成立した。1929年までは、鉄道車両も製造していたが、鉄道車両部門は、メトロポリタン合同客化者会社と合併して、メトロ・キャメルとなった。1915年の広告前進の一つである、レアードは、 1824年にバーケンヘッド鉄工所を設立したウィリアム・レアードによって設立された。1828年に息子のジョン・レアードが経営に参加し、初の建造船である構生橋家が竣工した。ジョンがボイラーの製造技術を造船にも応用できることを見出したことをきっかけに卓越した構成建造技術を持つ造船所となった。 1860年に、ジョン・レアードは3人の息子を経営に参加させると、共に、社名を、ジョン・レアード、サンズ・カンパニーと改めた。ジョンが1874年に亡くなると、息子たちは社名を、レアード・ブラザーズに改めた。一方、ジョンソン・キャメル・カンパニーは、チャールズ・キャメルとヘンリー・ジョンソン及びトーマス・ジョンソンが、設立した会社で、シェフィールドに拠点を置いて、 多数の金属製品、とりわけ、イギリス国鉄向けの鉄輪とレールを製造していた。1909年当時のドックのレイアウト1903年に、この2社が合併して、キャメルレアードとなり、大手造船会社の一角を占めた。同社は、ロンドン地下鉄向けに、多数の車両を製造し、1919年には、 空気圧式自動ドアを備えた初の地下鉄車両である1920型を40両納入している。1920型は空気圧式自動ドアに乾燥した1906年製のゲート型電動車と共に6両編成で運転されていた。自動ドアには挟み込みを検知して開く機構が設けられていたが、あまりに敏感で誤動作するため最初の試運転の後に撤去されている。 1930年に電動車が入れ替えられた後、1938年まで運用されていたが、第二次世界大戦後には教習車になった5両を除く35両が廃車となった。この他、スタンダード型電車の製造にあたっては1922系試作電車の製造を担当する5社のうち1社、さらに量産車の製造メーカー3社のうち1社に選ばれて、 1923年に電動車41両と付随車40両、1924年に制御車25両、1925年に電動車48両を納入した。1927年にはインド向けに客車160両を製造し、橋家に乗せてキングストンアポンハルに積み出した。その後、1929年に、 キャメルレアードの鉄道車両事業は分離され、メトロポリタン客家車有志会社と合併して、メトロキャメルとなった。1829年から1947年にかけて様々な種類の船舶1100隻以上を建造して、マージー川に浸水させた。同社建造船として、著名なものには、1858年に建造された、世界初の高船で、 デイビッド・リビングストンのザンベジ川探検に使われたまロバーツや、1862年に建造された、アメリカ連合国向けに基礎するープ・ワラバマ、軍艦として、最短建造記録を持つイギリス海軍のキャロラインの、ほか、1920年には、世界初の全溶接船、フラガーを建造している。イギリス海軍向けの主力艦としては、1937年に、空母アークロイヤル。 1941年に戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、さらに1950年にはそれまでのイギリス海軍軍艦で最大となる空母アーク、ロイヤルを建造した。1898年には第二次ボーア戦争中に製造されたファウラー走行列車向けに半インチ走行版を供給している。この走行列車は車輪を備えて道路を走行する。 軍用走行車両としては最初のもので第一次世界大戦で登場した戦車に20年近くも先行するものであった。キャメルレアードの潜水艦建造施設とバースクレーン。潜水艦の建造過程は秘密のため屋根が架けられている。1977年には他の造船会社と共に国有化されてブリティッシュシップビルダーズとなった。 1986年には、バローイコールインイコールファーネスに本拠を置くビッカース、シップビルディングエンジニアリングの一部門として民営化された。原子力潜水艦を建造できる造船所は、イギリスでは、ビセルとキャメルレアードの2社にしかなかった。1993年に、イギリス海軍で最後の通常動力型潜水艦で、あるユニコーンを完成させたが、これにより、 アップホルダー級潜水艦の建造プログラムが終了したことから親会社のビセルがキャメルレアードの造船所を閉鎖することを発表した。閉鎖後、造船所の敷地の一部をコーストライングループが船舶修理施設としてリースしていたが、最終的にコーストライングループは造船所の一部を購入して改めてキャメルレアードとして1997年に ロンドン証券取引所に再上場した。その後、ティーズサイド、タインサイド、ジブラルタルの造船所を買収して参加に加えた。しかし、コスタクルーズから5000万ポンドで受注した、クルーズ客船コスタ、クラシカの改装工事の遅延などによる財政難のため、2001年4月にまたも関財人の管理下に置かれることになり、バーケンヘッドとティーズサイド及びタインサイドの造船所は、 A&P シップリペアグループに買収された。ジブラルタルの自社造船所と海軍造船所はマネジメントバイアウトにより処分された。キャメルレアードで修繕中のフォートビクトリア救急ゆか2009年 A&P グループはバーケンヘッドの子会社 A&P バーケンヘッドを2005年にノースウェスタンシップリペアラーズシップビルダーズに売却した。 ノースウェスタンシップリペアラーズシップビルダーズの持ち分50%を保有し、マージードックスハーバーカンパニーを参加に収めるピールホールディングスは2007年1月にウィラルウォーターズによる再開発のためにキャメルレアードの造船所及び周辺敷地を買収したが、ノースウェスタンシップリペアラーズシップビルダーズは経営再建の中核となる造船所施設を引き続き、 長期リースで借り受けて創業を続けている。2007年にはノースウェスタンシップリペアラーズシップビルダーズがキャメルレアードの名称を利用する権利を取得したと発表された。これを受けてノースウェスタンシップリペアラーズシップビルダーズは2008年11月17日に社名をキャメルレアードシップリペアラーズシップビルダーズに変更した。同社によれば この社名変更は、再建が軌道に乗り適切な時期になったことに加え、キャメルレアードは国際的に認知されたブランドであり、入札の際に交換を得やすいからだという。2008年2月には国防省からイギリス海軍補助艦隊のフォートロザリーのオーバーホールを2800万ポンドで受注した。2010年1月には空母クイーン。 エリザベスの飛行甲板の製作を4,400万ポンドで受注した。2012年5月には造船所が完全な建造能力を取り戻したことに加え、ダヌーンを拠点とする船会社ウェスタンフェリーズが新たに建造するカーフェリー2隻の優先入札者となったことが発表された。2012年10月には受注したカーフェリーメガボルトサウンドオブセールとメガボルト サウンドオブ、ソアイの建造が開始された。2014年4月には、政府は、英国南極観測局向けの調査船の調達を決定し、キャメルエアードは2015年に推定総額2億ポンドと、される建設契約を勝ち取った。調査船サーデイビッド・アッテンボローは2019年の、収益が予定されている。 造船所で建造中のサーデービット・アッテンボロー2017年10月にはイギリス海軍の31型フリーゲートの建造契約に入札するためベーシステムズとの協力協定を締結したことが発表された。2018年にレッドファンネルは貨物フェリーメガボルトレッド・ケストレルの建造を1000万ポンドでキャメルレアードに発注した。起工式は 同年5月31日には行われ、翌年に就航した。2018年10月には、国防省から態度型給油艦のロット34隻の維持管理を、推定2億6200万ポンドで受注した。このほかキャメルレアードがすでに受け負っている、イギリス海軍補助艦隊の艦船9隻の維持管理についても、新たに3億7700万ポンドの契約を、 締結することが発表された。ありがとうございます。